はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ローソンお得情報変更点、まとめ、お試し、控え権や D ポイント。 ポンタポイントの還元率変更も、aup でポイント8倍のキャンペーンもということで、今回はですね、お得でエンタメ要素満載のローソンなんですけども、ここ数週間で、ま、いろいろなサービスの変更がありました。ま、あ僕の動画のおまけの部分でもちょくちょくお伝えしたこともあるかもしれませんが、また新たにですね、キャンペーンなども開始されるので、ま、それも含めて最後まで楽しんでいっていただければと思います。それでは行ってみましょう ということで、まず早速ですね、本題に入る前に、以前僕がローソンのお得の極め方というような動画を出しました。で、この時に、ちょっとしたローソンのですね、まあ楽しみ方みたいな動画出してますので、それと関連して今回の動画にちょっとつながってくる部分がありますので、ぜひですね、その動画を見た後に、今からの動画を見ていただければなと思います。 それでは早速ですね、本題の方に入っていこうと思うんですけども、まず一つ目ですね、お試し機会券上限枚数変更ということで、まあこれはですね、僕もお試し機会券結構楽しみなものだったんですけども、この上限枚数の変更が始まりました。始まったというか、もうすでに変わっております。で、お試し機会券って何ぞやということなんですが、それこそ先ほどお伝えした動画の中でも解説はしてるんですけども、朝の7時から、まあちょっとした争奪戦みたいな感じで、自分が持ってるポンタポイントであったりとか、D ポイント、 D ポイントの期間用途限定などを使ってまあ、これが一つのね、あの、朝の楽しみでもあったんですけども、そのお試し非会券の上限枚数っていうのが変更となりました。まあ、ご存知の方多いとは思うんですけども、先月の3月の30 1日までに関しては、1非会券につき1人1日2枚までというふうに決まってたんですが、4月1日からもうすでに始まっておりまして、1非会見につき1人1 一人一日一枚までとなりました。なのでまあ同じ商品はもう取ることができず、とりあえず一人一つまでというような認識でいいのかなと思います。けどどうしても同じ商品取得したいなっていう方の場合はですね、まあ D ポイントで取得してもいいですし、プラスポンタポイントも併用して使えるので、もしどちらともポイント貯めてる方であれば、まあ D ポイントで取得して、そしてポンタポイントに切り替えて、まあポンタポイントで取得するというような方法でもいいのかなと思います。まあ僕はもう最近ずっと ちっと t ポイントを結構貯めてるので、もうずっと。まあ1日1枚まあ、ルール通りですね。やっていこうと思います。まあ、けどですね。まあ、僕としたらこの4月1日からの印象として、まあ1人1日1枚までとなったので、朝のあの混雑がちょっと軽減されたかなという風に思っております。まあ、これは僕の感じ方なのででもしですね。これ試していただきたいんですけども、朝の争奪戦に加わってなかなか取れないっていう方は普通にローソンのロッピーに朝一で使えば。まあ、そこから まあ取得じゃんということで、お財布ポンタプリペイド機能終了へということで、このお財布ポンタなんですけども、僕自身ですね、全然ちょっと使ってなかったんですが、結構視聴者さんからこういったコメントであったりとか、まあこういった風に機能が変わりましたよという風に、サービス変わりましたよっていう風に教えていただいたので、まあちょっとこれも含めてお伝えしていこうと思います。まあこのお財布ポンタ自体なんですが、 ローソンで、使えるの、まあのプリペイドドカードというようよななものになっておりますで今回ですね、お財布ポンタのプリペイド機能が終了する以外にも、まあ、いろいろありまして、これ、公式ページから引っ張ってきました。まず一つ目は、ロッピー及び Web でのポンタカードからお財布ポンタへの移行ができなくなりますということで、これは3月の30日でもうすでに終了しております。次は、えー、ここですね、ローソンを除く JCB 加盟店でのお支払いができなくなりますということですので、これはちょっと気をつけないといけないですね。まあ、もう お財布ポンターの JCB 機能、まあ、どこでもいろいろ使われている方は結構、ここは注意かなと思います。次に、ローソンのレジやクレジットカードからのチャージができなくなりますということで、これに関しては7月の31日で終了となります。まあ、ちょっと先なんですけども、把握しておくのがいいのかなと思いますね。そして最後、先ほどもお伝えしたローソンのレジでお支払いができなくなりますということですので、まあ、このお財布ポンターを結構メインで使われている方に関しては、もう8月の17で完全に、このお財布ポンターのカードを使っての 支払いできなくなりますのでこれはもうかかなななり注意が必要かなと思いますなので今後のお財布ポンタの機能としたら今左上の左上の文字でも出てるようにポンタカードとしてのポ,ポイント機能のみとなるので、まあ、本当にただのポイントカードになるということになりますね。 以上がお財布ポンタについてでした。まあ、詳しくは公式ページ見ていただければなと思います。それでは次ですね。じゃんということで、3番目はポイント還元率変更ということで、これはですね、まあ、僕の動画のおまけでもちょくちょくお伝えをした内容にはなりますね。 で、もともとローソンでは D ポイントカードを提示したり、ポンタカードを提示したら、まあ税抜き100円で1ポイントがもらえるようになっております。なので1%還元だったんですが、これが2020年7月の6日まではこれが適用されるんですけども、ドンということで、2020年の7月の7日から D ポイント、そしてポンタポイント、どちらとも今出てるように、 0時から十五時五十九分までに関しては、税抜き二百円ごとに1ポイント。そして十六時から二十三時五十九分までに関しては、税抜き二百円ごとに2ポイントとなるので、まあほんとね、まあ午前中というか昼間お買い物したらまあ0.5%還元となるので、まあこれはね、普通にポイントってまあ元々ないものになるので、0.5%還元でも僕自身はまあまあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、ちょっとこれを見たらね、もう今後は ローソン、まあ、夏以降、夏以降になると思うんですが、もしローソンを利用する場合はもう夕方以降に利用する頻度の方が高くなりそうな気はしますね。けど、ちょっとこれは衝撃でしたね。100円で1ポイントがね、なかなかこのローソンの魅力的なとこではあったんですけども、まさかの昼間お買い物したら0.5%還元というね。まあ、けどね、まあ、これはこれでポイントがあるだけで嬉しいですけども、ちょっとびっくりしました。で、今回そのポイントに関連するんですが、もしですね、今 iPhone であった たりとか Apple Watch で利用されてる方で apple pay で決済したら4月の17日までであれば d ポイント還元で7倍のキャンペーンというのが開催中なんですけどもまあ、これ結構ね。僕もかなり重宝してる。重宝というかかなり利用頻度が高いキャンペーンなんですが、今度ですね。まあ、これが。 開開催されれてるる途中になんととでですすすねねあるスマホ決済がががキャンンペーンが開始しますそれがこちらです、ね、じゃんということで、なんと、あの、aupay からですね、キャンペーンが始まります。まあ、これは結構、いろんな方に、ま、適用されるというか、いろんな方結構使えるので、個人的にはいいなと思いました。これがですね、4月の13日から開始されるキャンペーンとなっております。まあ、これが今回の4番目になるんですけども、詳細に入りたいと思います。まあ、先ほどのキャンペーンなんですが、まあ、今ちょっと公式ページからそのままバス 推してきましししたちちちょょっっととと猫ちゃんんは小さくしまましてて細かいこころ入っていこうと思う思ですけども、ま、ず一つ目ですね。特典概要ということで、まず丸一番。AUP でお支払いいただくと、通常のベースポイントは200円税込みごとに1ポイント還元のところ、期間中はなんと2ポイント還元2倍ということになります。これ、まあ、ちょっとローソンには関連するんですけども、なんとですね、AUP でいろんなところで使っても、この還元を受けることができるということですね。そして見ていただきたいのは丸二番。期間中 で AUP でお支払いいただくと税込み200円ごとに丸 ① と合計で8ポイント還元8倍となりますこれやばいですよね なので、まあ、先ほどお伝えした D ポイントのキャンペーンの途中でも使えますし、それが終わってからはもうローソンで AUP 決済をする方が、ま、全然お得ですね。で、その期間なんですが、2020年の4月の13日からスタートします。で、なんとここまたすごいのが、終了日は未定です。終了する場合は事前にお知らせしますということで、まあ、これがですね、1と出るか今日と出るか全然わかんないんですけども、まあ、前回のね、20%還元キャンペーンがあったので、まあ、これが早く

いいですね、僕のちょっと地域にはないんですけども、ちょっと羨ましいです。で、先ほども言ったように対象者はなんと全てのお客様、au 以外のお客様も対象となりますということで、まあ前回ね、aupay のキャンペーンで aupay 使い始めた方でも参加が可能ということになるので、まあ本当にね、まあこの期間中は aupay を使い続けるのも全然ありかなというふうに思います。そしてポイントの付与時期ですね。本企画のポイントは、ポンタポイントとして、4月から5月ご利用分はまとめて6月末頃、それ以降 はご利用の翌月末付与しますとということになるのでまあこれちょっと先ほどのところにも出てきたんですけども、2020年の5月以降は AU ウォレットポイントがポントポイントに変わるということになりますので、まあポンタポイントを貯めてる方からするとまあ結構いいなと思います。先ほどもお伝えしたように Apple Pay のキャンペーンはまだ続いてるので、もし Android ユーザーの方であれば、まあ4月の13日からぜひですね、AUPay 使うのがおすすめかなと思います。 ということで、先ほど僕がお伝えした4つの内容についての日程だけ最後まとめましたので、お伝えをしていこうと思います。まず1つ目のお試し機会券の上限枚数に関しては、4月の1日から上限枚数変更となっておりますので、これはお気をつけください。そして、丸2番のお財布ポンタに関しては、これプリペイド機能が終了するということになりますので、これ8月の17まで普通に使えるんですが、それ以降に関してのお財布ポンタは、ただのポンタカードとしての機能しか持ちませんので、これもお気をつけください。そして ② 3番ポイント還元率に関しましては一応7月の6日まではいつも通りの1%還元なんですけども7月の7日以降に関しましてはちょっと時間帯によって還元率の変更が変更されるのでまちょっとこれは気をつけていただければと思いますそしてまあネガティブな内容ばっかりだったんですけども丸4番 au ペンに関しましては4月の13日から還元のキャンペーンというのが一応終了は未定で長く多分続くかまあ1ヶ月ぐらい僕的には持てばいいかなと思いますのでまあここぐらいから決済はもう au p a p a に特化してもまあいいのかなと思います。 まあ、そんなこんなで今回はエンタメ要素満載、そしてお得も満載なローソンの変更点についてお伝えをさせていただきました。まあ結構ですね、本当にコンビニの中でも本当やる作業としても多いローソンで、僕としてはなかなかこう飽きが来ず楽しめる一つのコンビニとして思ってるので、まあ今後もまあ重宝しながら利用させていただこうかなと思います。まあ僕のね、大好きなお菓子は置いてないんですけども、それに類,類似する商品はあるんですが、なんちゃかんじゃね、ローソンの利用頻度も最近特に多い 多いので、まあまあ今後も使っていこうかなと思っております。まあ、今回お伝えした内容に関しましては公式のリンク下の概要欄に貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、先ほどのローソンに関連してですね、今日ですね、初めてクイックペイプラスを使ってキャッシュを使ってきました。ちょっと言い方変だったかなあの、実際にですね、使って できた印象なんですがちょっと視聴者さんのコメントでもあったんですが若干ですねかざした瞬間にいつものクッペーが鳴る前にちょっと時間がかかったかなという印象でしたなのでやっぱりこう読み込みまで少しかかるかなと思いますでそのキャッシュに関連するんですが今日ですねツイッターでもつぶやいたんですけどもあの新しいキャッシュがあの右上のステータスの部分を見たらですねなんと郵送中に変わってたんですよこれめちゃくちゃ楽しみですねでお問い合わせ番号もすでに出ていまして引き受け4月の10日となっていたので まあ多分今のこの世の中の状況なので多分早く届くかってちょっと謎の難しいところではあるんですけども本当来週ぐらいに届いたらねまたちょっとこれはテンションが上がりますねまあぜひですねまたこれもまあ気長に待って毎度言ってるかもしれないんですけども届き次第またレビューしたいなと思っておりますということでありがとうございました